さあ今回は鬼舞辻無惨の髪型をさまざまなキャラクターに入れ替えて検証していこう。前回の動画ではみつりちゃんの髪型をいろいろと付け替えて検証しました。この動画をまだご覧になっていない方は上のリンクからぜひご覧ください。そして今回の検証方法も、まず髪の毛のない状態のつるっぱげの鬼舞辻無惨の顔データを作成。この作成した僧侶みたいな鬼舞辻無惨をもとに検証していきますよ。そして光沢を出しておきましょう。そして今回も鬼滅の刃に登場するキャラクターの髪型を作成。この作成したカツラデータと先ほどのつるっぱげな鬼舞辻無惨を組み合わせて検証していきます。果たして無惨様はどのようになってしまうのか。それでは検証スタート。エントリーナンバーワン、かまど炭治郎。完全に別人だな。おい、無惨様髪型が違うだけで爽やかになってんじゃねえか。それじゃ次見てみるぞ。エントリーナンバーツー、かまど禰豆子。エントリーナンバー3、アガツマジェンイツ。エントリーナンバー4、アシビラ・イノスケ。これもこれでありかな。全部静止顔になっちゃうね。じゃあ次見てみるぞ。エントリーナンバー5、ツユリ・カナオ。わこれはやばい、きついよ。こんな大人にはなりたくないね。じゃあ次見てみるぞ。エントリーナンバー6、興味をかきゅう。エントリーナンバー7、校長しのぶ。オーマイガー、これはきつい。次見てみるぞ。エントリーナンバー8、校長かなえ。わこれもやばいね。無惨様キモい。やつに見てみるぞ。エントリーナンバー9、シナズガワサネミ。次見てみるぞ。
Entry number 10. Kanroji Mitsuri. Entry number 11, Negro Overnight. Entry number 12, Uzui Tengen. これは頭と副将が合ってない。とりあえず見てみるぞ。 Entry number 13 Rengoku Kyojuro。Entry number 14, Takito Muichiro. Entry number 15, Jimejima Gyome. これはまた別タイプのホストかな。構成年間があるね。それじゃ次見てみるぞ。 Entry number 16, Makomo。女の子の髪型なのに男の髪型に見えちゃう、不思議。じゃあ次見てみるぞ。 Entry number 17 Sabito。Entry number 18, Urokodaki Sakonji. はい、お帰りください。今回はここまで。鬼舞辻無惨の大変身はいかがだったでしょうか。あなたはどの無惨様が一番好きでしたか。どの無惨様が一番ヤバかったですか。コメント欄で教えてください。今後もこのシリーズをキャラクターを変えてどんどんやっていく予定です。気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次回、次のターゲットは誰だ。